往来の皆皆様、ぜひ聞いてくれ。フォーデン様よりご加盟が発せられた。空に浮かんだ巨大な顔、各地に現れた巨大な石、陛下を名乗る謎の声、聖教はこれらを正式に全王陛下ご自身の意志だと認めることになった。おお、やはりあれは亡き陛下の。よって陛下のお言葉通り、定められた期限の後に国民の信託を最も得ていた者が次の王となる。こいつは歴史上始まって以来の一大事だ。何しろ誰でも王様になれちまうってんだからな。誰でも？俺でもか。国民からの一番の信託、要するに一番の人気者になれたらの話だがな。あんたぐらい人気があればなれるんじゃないのかい？あいにく権力には興味なくてな。よし、今分かっていることを改めておさらいだ。まず石に浮かび上がった人面だが、現時点での人気のあるもので間違いないようだ。中でも上位3人の顔は空にも現れている。どんな場所からでも常に見えるようにとのことだろうな。待ってくれ、結局はただの平民には勝ち目なんてねえんじゃねえか。もし人気が出てもこんなところに顔が出ちまったら殺されるだろう。それがそうでもないのさ。陛下はそこをちゃんと考えておいでだ。人気を集めた者、少なくとも石に顔が現れた者たちは王の魔法の力により武力じゃ命を奪えなくなる。魔法の鎖が現れてがんじがらめにされちまうんだ。現にルイ様を殺そうとした輩はこれでやられた。じゃあ貧乏人も奴隷もトガ人も本当に誰でも王様になれちまうのかい？待てよ、クレマールじゃない奴が王になったら今の生活保証されんのか？さあ諸君、伝えたぞ伝えたぞ、張り切って広めてくれ。王都に住んでようが辺境に住んでようが関係ない。国中の誰でも王様になれるんだ。Allez! Et salut, salut! On est reparti sur du métaphore. 教会は空の顔を正式に全王陛下の意思と認めるそうだ。意外と早かったな。まあ、浮いた王宮を放ったままじゃ何もできないからな。もしフォーデン陛下が即位を強行していれば、王子殿下復帰の目はなくなっていた。そこだけは助かったがな。悪い知らせもあるって顔ね。ルイの前でアルセスを縛った鎖を覚えてるだろ。あれも陛下の魔法らしい。つまり人気が高い候補者にはもう手が出せない。うん、まずいのか。ルイの順位は第2位だ。つまりルイにも手出しはできない。行方は今も探らせているが、突き止めたところでもはや殺せない。そんな、王子の呪いを解く唯一の方法がなくなったの？王は何を考えてるんだ。ブライアスだってあんたの息子を救いたくてやったんだぞ。もっともこの魔法がなければ暗殺の応酬が起きて武力を持つルイの勝ちを招いた恐れもあったが、早くも打つ手が閉ざされたな。ねえ、マリアを見なかった？どうかしたのか？あの子、気づいたら部屋からいなくなって。黙って出ていく子じゃないんだ。あの人がいなくなったばかりなのにこんな。探してくる。あ、これ以上何かあったらって思うと。自分で部屋から出たのなら何か理由があるのかもしれないな。探しに行きましょう。町へ出れば何かわかるでしょ。どこだ？まさか。Bon, on va devoir trouver la petite. Alors, peut-être sur la place centrale. Peut-être sur la place centrale, du coup. On va faire ça.
je vois que. Que ça, on va dire. あれ？どうして？みんな心配していた。ごめんなさい。お父さん帰ってこなくて、寂しくなった時はいつもここでお祈りしてたの。そしたら一回マリアって迎えに来てくれたことがあったんだ。でももうお祈り届かないみたい。聖堂壊れちゃったからかな。マリア、ファビアンヌさん言ってた。お父さん帰って来られなくなったって。けどマリア知ってるよ。お父さんはずっと遠く。これからは寂しくて、一番我慢した時より我慢しなくちゃ。これ以上寂しくなったらもう我慢。ごめんな、一緒に帰るって約束したのに。なんでみんないなくなっちゃうの？お母さんは病気で、王様や王子様もいなくなって、お父さんマリアが悪い子だから、マリアのせい。それは違う。そうよ、そんなわけない。よく聞いてくれ。お父さんは悪いやつと戦っていたんだ。一緒だったのにすまない。俺たちは。お父さん言ってた、悪い人が王様になってしまうって。本当なの？必ず何とかするから。王様が優しかったらもう泣かないで済むのかな。王の真意が分かった気がする。こんな悲劇はもういらないって言いたいんじゃないか。殺し合いじゃなく、王座は王にふさわしい生き方を見つけた奴が継げと、そう言いたいんじゃないのか。そうかもしれないな。しかし願っては見ても、これからの争いとても平和的には済むまい。だとしてもやるしかない。マリア、無事だったんだね。勝手に出て行って。ううん、いいんだよ。ファビアンヌさん、お腹すいた。マリア、ああそうだね、一緒に夕飯食べよ。ありがとうね、あんたたち。向こうは落ち着いたみたいだな。強い。しかし我々の問題はこれからだ。ルイ、魔法は術者の死をもってしか解けない。ところが王の魔法でルイは殺せなくなってしまった。
王子のもとへ報告に戻りたいけど、眠ったままだし時間も惜しい。里帰りは無理ね。今はこらえて、できることがないか探すべきだな。今朝の政教の発表だが、味方を変えれば対立候補が乱立しないように牽制したとも取れる。政教が無策のまま人気争いを受け入れたはずはない。確かに気になるな。今日は早めに休んで英気を養っておこう。La nuit. Ah. Oh. 悪い。横になるとついいろいろ考えてしまう。グライアスやマリアのこと、堂々巡りさ。よくないよな。ごめん、眠い。お前の図太さは才能だな。その本、いつも持ってる例の小説か。砦行きの馬車で見せてもらったのが、もう何ヶ月も前みたいな気分だ。読んでみる。そうだな。やっと一息つけたしな。ほう。架空の国の見聞録って体裁か。この章は理想郷の治安について。その世界では血生臭い原種争いがない。武力で原種を殺しても次の原種になどなれない。ただ捕らえられ、地位や財産を暴力で奪うのは最も恥ずべき悪徳とみなされている。きつい皮肉だな。現実じゃ王族殺しが王になりそうだってのに、この国じゃ大騒ぎになるような支持争いがごく当たり前の世界ってわけか。面白い。気のせいか、王がかけた魔法に似てるな。まさかこれが種本じゃないだろうな。だが現実でうまくいくわけがない。人気の前に種族のいざこざが始まる。それに民の選択だからって本当にいつも正しいか。種族のいざこざなんかは祭りごとのせいだけじゃないだろう。例えば俺たちクレマール族は無意識に自分たちを世の中の基準だと思い込んでいる。数も多いし、何より王家と同じ種族だ。その辺のことに鈍感に育っちまう。どうしたら乗り越えられるんだろう。俺にとっての理想とはどんな未来なんだろうな。しかしおかげで少し頭がほぐれた。ルイの首を取ることばかり考えていたが、呪いを解く方法が本当にそれだけか。もっとよく調べてみるべきだな。これでよく眠れそうだ。今夜はこの辺で。てお前もう寝たのかよ。Ce serait marrant d'avoir une version. 新王が決する日にまた一日近づく。Une version royale à l'avenir, mais justement dans le monde qui est décrit là. Ça pourrait être drôle. Chokun, Kitaka, Doerai Matsriga Hajimarzo, Atarashi O Kimirni Atate, Daremoga Sekin Nichkara O Shimeseru Kikayo, Kuniga Yoi Sursoda, Sonomo, O Ken Kyogikai, Nanto, Rengo Sanguk no Sto Megrinagara, Ironna Kyogi de Araso Deshkorashi.最初の競技は勇者品評会だ。人々を脅かす害獣を狩り、より大きな首を期日までにオセアナの人へ持ち寄るべし。すべての民に門戸は開かれてるだとよ。さあ諸君、どうする？見てるだけでいいのか？ストロール、こんな早くに呼び出してどうした？その手帳は？ファビアンヌさんからだ。気になってグライアスの遺品を探してもらった。これ呪いの魔法について調べてるじゃない。こんな端書きがある。これほど複雑な魔法なら術式の設計を練ったはずだってな。ルイは呪いの設計図を書いていたはずってことか。それが手に入れば。ああ、
ルイを殺さなくても呪いを解ける可能性がある。でも襲撃があったのはもうだいぶ前よ。図面なんて残っている可能性にかけるしかない。問題は入手方法だが、当然無防備な場所には置かないだろう。並大抵じゃないな。そういえばさっき教会の工事人がこんなものを配っていたそうだ。王権協議会開催の知らせ。国が人気争いを主催するってのか。為政者どもにしては意外と面白いことを考えついたな。だが公平さのためずる賢い言い草だ。国が主催ってなんだよ。王が空位なんだぞ。本当の主催は政教府、つまりフォーデンだ。実はフォーデンに有利な八百長ってこと？でも石碑を見る限りフォーデンは最初から1位よ。書いてある通り公平に競って人気を得たことにしたいのさ。ルイの評判が上がりすぎないよう牽制することにもなる。まずいな。これで名を上げた者は支持されるだろう。王子殿下を救えたとしてもこれでは。とにかく急いでルイに近づく方法を見つけなきゃ。あーもうどうしよう。Voilà, on va participer au tournoi du trône, hein. Oken Kyogi Kai ni deyo. Ha? Daitai, shutsujou shiyou ni mo kanjin no ouji wa. Sou ka. Soitsu wa omoshiroi kamoshirenai. Rui ni chikazuku tame ni riyou suru no sa. Yatsu wa jitsuryoku sae areba, shousu shuzoku demo sekkyokuteki ni toritateru. Jissai, Elda zoku demo.人間と戦える力があるとなれば、彼を立候補させようってこと？ルイの目に留まる程度に目立つだけなら十分やれる。もしも見事部下に取り立てられれば。潜入作戦か。大胆だな。だが確かにそれなら設計図のありかも探りやすい。待ってよ、いくら目立てるって言っても命がけで矢面に立つの。どうなんだ、さっきの話、本気で出馬したいって意味なのか。お前やウィマリアのためだ。そうか。うん。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな国になってほしい。誰であってもみんなこの国の人だ。もういつの間にか私がついていく側じゃない。彼の覚悟は我々の視界にふさわしいと思う。喜んでこの背中を。J'ai hérité du journal de Grius. Bon. J'imagine que là on a un peu de liberté. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. あんな危険な目にあったってのに、正直あの人と同じ道は辿ってほしくない。それでも行きたいってのかい？行きたいんだ。誰に似たのかしら。競技会応援させてもらうよ。食料の支度ぐらいしか手伝えないけどさ。競技会って何？次の王様になるための競争をするのさ。この国のみんなでね。じゃあ王様になるために行くの？すごい。マリア絶対応援するね。最初の支持者だな。これじゃあ本気で王様も目指さなきゃな。初めから目指してる。その意気だ。でもあのルイを振り向かせるなら全国区で騒がれないと。本気で王座を狙うくらいの意気込みでちょうどかも。もう会えなくなる？いや会えるさ。すぐには無理かもしれないけど。寂しくなるのは。マリア。でもマリア応援する。王様になってもらえるように応援するよ。応援ありがとう。うん。
さて、早速参加登録と行きたいが、旅の足が欲しいところだな。指定された期限、オセアナ公国の首都までこの日数だと徒歩じゃ到底間に合わない。お金持ちはみんな外戦車とか使うでしょうね。馬車くらいであれば手に入るかもしれない。手分けしよう。二人は参加手続きを済ませておいてくれ。歩兵車で受付するそうだ。任せたぞ。OK、ce serait bien d'avoir un arpenteur, je dois avouer。ここのはずよね。ちょっといいか。冒険競技会に参加したい。お前みたいな若造が？そっちのガキは連れか？出馬するのは自分です。は？貴様がか？年齢制限があるとは聞いてないが。よく見たら貴様、エルダー族か。お前が国王に？見せ物としては人気が取れるかもな。仕事をしてくれないか？受け付けるのか？ん？エルダ族？どっかで見たような。北の砦に行った新兵の部隊にいなかったか？全滅したはずじゃ。何？逃亡者か？役に立ちそうにないって王都に置いていかれたんだ。隊長に、その、嫌われてな。そういうお前も見覚えがあるな。まあいい。隊長も死んじまって今さら確認も取れん。参加を認めよう。危ない危ない。当然馬車も用意しておけよ。冷やかしだと見なされたくなければな。貴様らには明日の開会式に参加する義務がある。場所は大聖堂の広場だ。OK。馬車の方はとりあえず。となると、次の心配は怪物狩りの獲物ね。目立てなきゃ、ルイの目に留まるなんて夢のまた夢よ。そっちで、軍が扱いきれない害獣やらに賞金をかけて、斡旋してるはずだ。Ah, les contrats de chasse. On aime, on aime. Minna Kangaïr Kotoa Onagine. Donna Kubiotoria Medatenda. Degaï Hongaïona. De oi! Lokunaï Rainezanka! Omae Santachimo, O Genkyogikaini, den Kitoashi Osokatana. Tegorona Kaibuts Taiji no Iraiwa, Mo Daitai Torarichimatayo. Kaibuts Igai no Iraiwa Nainoka. Shokin Kubito Itara.罪人も入るよな。うん、それなら一件だけあるが。どれどれ。うわ、こいつ最悪ね。凶悪誘拐犯、灰ザメ。軍も手を焼いてな。いいかもしれないな。おいおい、何も知らないんだな。そいつは札付きの手だれで騎士団上がりって噂まである。ガキなんかの手に負える相手じゃない。そもそもお前ら競技会のお題を分かってるか。あ、そうよ。怪物の首の大きさを競うって話でしょ。そんな区別もつかないんじゃ、どの道勝てっこない。王様ごっこなら他でやるんだな。偉そうに。参加者ってのはあんなやつばかりか。けど知的は最もよ。どういうつもり？心配するな。もちろんあえて狙うのさ。首の大きさを競うのにあえて罪人を狙う？理由わかる？ものすごい首が太い罪人なのかも。いや、限度あるでしょ。てかそんなの一言も書いてないでしょ。安心しろ。後でちゃんと説明する。ヒュルケンベルグは納得するのかな。君たち、灰ザメの手配書に興味があるのか。なんたる天の導き。どうか私の話を聞いてくれないか。失礼。私は南にある町マルテラの警備隊長バードンと申す者。
灰ザメの手配者の依頼主だ。警備隊長、そんな大層な依頼人とは。この件、もう一刻の猶予もないのだ。最近では灰ザメは子供までさらい始めた。売り飛ばすという話もある。夜な夜な人がいなくなる町に誰が安心して腰を据えようか。このままでは誰も寄りつかなくなって町が死んでしまう。でもたかが人さらいでしょ。札付きらしいけど軍隊の手に負えないなんてことあるの。奴のねぐらは巨大なオオスナムシが出る危険地帯だな。我らは小さな町の警備隊だ。実戦経験が浅く全滅しかねない。なぜ灰ザメだけ無事でいられるのかはかねてか。なるほど、確かに厄介だな。恥を忍び何度も手配書を貼り直しに来てるんだが、今では受けようとするものさえなく、兵士の身で故郷すら守れないとは全く自分が情けない。笑ってくれ。なおさら力を貸したい。名誉を捨てて実を取ったんだ。情けないものか。引き受けよう。あなたが恥を忍ぶのは今回が最後だ。ありがたい。誰もが競技会に夢中な今、こんな面倒な依頼を引き受けてくださるか。コウジュラ、神よ、心から感謝します。では次は古城の町マルティラで、ぜひとも早いお越しを。大見え切って大丈夫なの。短期間で目立とうと思うなら少しは無理をするしかない。それに無視できないだろう。元騎士って噂のやつが人さらいだぞ。それはヒュルケンベルグは俺が何とかする。あれ。Ok, c'est où qu'on accepte le contrat là? Là? Voilà. Ok, plan 4 étoiles. Ouah, 100 000 admiration, courage. Bah, allons-y. Moi, je prends. Donc, c'est peut-être un adversaire niveau 30-40. On va bien voir. Stroll, 話が。何とかすると言ったんだ。嘘はついてない。気にしないでくれ。周辺の地図も俺の方で準備しとく。それより足の方は用意できそうか。まあ約束は済ませた。一応上等な代物ではあるな。開会式の日に直接来る手はずになってるが。え、なんでそんな歯切れ悪いの。そんなことはない。見てのお楽しみというやつだな。この際だ、何でもいい。本当に即日で用立てるとは、さすが騎士様は頼れるな。やめてくれ。実は先ほど対談を願い出てきた。別に騎士の称号まで返上したわけじゃない。この先作戦とはいえルイに取り入ることになるんだ。現役の騎士団員なんて肩書きでは疑われる。だからって思い切ったな。もともと今の騎士団には疑問を感じていたんだ。主君は陛下なのに、帰ってみれば全員フォーデン審判に鞍替えしていた。従わなかった団員の中には追い出された者までいたらしい。あんたも。ともあれ、これで賞金首の討伐に集中できそうね。Restons pour aujourd'hui. Ah, vas-y. Est-ce que tu as quelque chose à me vendre, toi ? Acheter ? Non. Bah écoute, on va cuisiner. On l'a dans le baba.
Oui, allez, c'est parti. Oyasumi. Haïtemoi.眠れないの？そうじゃないけど、明日からみんな、マリア、応援、泣かないってファビアンヌさんと約束してたのに。内緒にしておくから。お父さんは悪い人をやっつけようとしてたんだよね。みんなもそうなんだよね。帰ってきてね、マリア。ずっとずっとここで待ってるから。約束する。うん、約束。次会うときは、外のお話、いっぱい聞かせてね。重要な依頼だ。Retour prometteur, outil de plein purifiant. Ok, ok. お父さんに言えなかった。ちょっといいか？じゃあ。出発の前にどうしても話しておきたくてな。私は君に最初から無理ばかり言ってきた。作戦とはいえ、命までかけさせることになってしまった。すまないと思っている。王子殿下のためと思うとつい周りが見えなくなるというか、悪い癖だな。気にしないで。君は優しいな。その本、君とは王都行きの馬車で顔を合わせてるんだ。覚えていないか？そういえば、あの時はすまなかったな。犠牲をできるだけ少なくするために仕方なかった。それにしても、理想世界を描いた小説家、よく残っていたな。その手の本はだいぶ前から禁書扱いのはず。ああ、安心していい。取り上げたりしない。なぜ禁止されたのかは私もわからん。噂では政教側が内容を嫌がったらしいが、たかが本の何が気に障ったんだろうな。少し読ませてもらってもいいか？架空の見聞録という形で書かれているわけか。この章は国の元首を決める制度についてだな。この国では民によって選ばれなければ元首はおろか為政者になることすらできない。為政者たらんとする者は国のために何ができるかをあらかじめ民に固く誓わなければならない。晴れて為政者となっても、もし民との約束をたがえれば糾弾され肩書きを失う。Ah, ça prend sens, hein? Imaginez si les politiques étaient condamnés. Aïe, aïe, aïe. Oui, je confirme, même face à notre réalité.騎士の私にそれを言う資格はない。空想にすがるのはやめておこう。これは所詮夢物語だ。だが時には少しくらい夢へと導く力、私に目覚めた力はそのための力なのかもしれない。私の夢は命に変えても殿下をお救いする。新王が決する日にまた一日近づく。Wesh, c'est un épisode qui aurait été full blabla. Mais ça fait un peu avancer la trame, petit à petit. C'est lent, hein, très clairement. Juno! Juno-sama!
Alors, on pourra peut-être l'avoir dans l'équipe plus tard, on va savoir. こっちも焚きつけてやろうじゃねえか。さあ始まりました。王国史上初、玉座を争う王権競技会。参加者は三大国を駆け回り、過酷な課題を突破することになる。あれ、成長の人だよね。順路をご紹介しましょう。まずは西の国、オセアナ公国の首都、王国最大の貿易港、海洋都市ブライハーベン。ここで行われる最初の競技は勇者品評会だ。各自怪物の首を刈って集まり、勇姿を示してもらうぞ。次に待つのは東の国、モンタリオ公国の首都、霊峰の谷間にかかる天空の町、宗教都市アルタベリー。そして最後は再びこの王都グラントラドへ凱旋だ。では早速、命を落として挑む王の候補者を見てまいりましょう。最も玉座の近くにおわすお方、ご存知、我らが聖教第78代大教師、ホーデン芸家。ホーデン様に勝利を。私には野心的な公約などはありません。願うのはただこの混乱を一刻も早く収め、国を正しき道へと戻すこと。この混乱も神が授けたもうた試練。正しき国を取り戻そうではありませんか。続きましては、ホーデン様をお守りする無敵の一番より、聖教府総兵団長、ギド様だ。私の出馬は芸家を支えんがため、玉座などは望みません。力で国を取らんとする者よ、このギドの名を恐れよ。聖教の候補ばかりだ。公平を期すなんて建前だったな。でもこうなるとルイを押す連中が黙ってないだろう。卑怯だぞ小主任。ルイ様を早く出せ。はいはいはい、お静かに。ルイ様については今のところ出場申請がありません。嘘、出ないの。どうするんだ。この競争は足がかりに取り入る手はずだろ。心配するな、奴も必ず注目してる。一位でない以上無視してちゃ勝てない。じき手を打ってくるはずだ。はい、お静かに。レイ様支持の皆さんは次の候補にご注目を。地位とは奪うもの、神をも恐れぬむき出しの野心、ルイ様配下の若武者、黒犬のグローデル。あいつルイの手下だったのか。亡き王は聖教を国境にまでしたのに、ルイ様に敗れた。神の教えはお前たちを守らない。必要なのは力だ。ではとても全員とはいかないが、続々ご紹介だ。自由主義の豪商ロジャー・ワード、侵略戦争大賛成ルドルフ・クラウゼ、王座の話はいい車を見ていけリナ・カイデン、公約坂台永久無料ラブレス・オーシェイ、美しくないものは爵位を剥奪、見ろマウリシオ。俺負けたらこの国えらいことになるね。さて
最後に呼び出しの連絡だが、エルダ族の少年いたら合図してくれ。エルダ族？汚らわしい。どうせ売名目的でしょ。ふざけんな。実は君らが申請した乗り物がまだ来てない。正午の鐘を鳴らすまでに来なければ失格だぞ。ちょっ、どうなってんの？何をやってるんだあいつは。さあ候補者たち準備はいいか？おお。おい、待て。おい、言うこと聞けんかな。あういー。回戦車。早い。ナーフポーターテレスト。というか、あのままじゃ。ぶつかる。うわあ。え。なんなのあれ。あいつなんてことをしてくれたんだ。どうだ、抜群の仕上がりだろう。貴様、聖堂をまた壊す気か。ん、お前が今やってることはつい先日のルイと大差ないからな。まったくけしからんやつだ。あの少年、本当にあんな代物を隠し持ってたとな。よし、晴れて全員揃ったようだ。では勇士諸君、王座を目指し、遥か王国全土を駆け抜けろ。国を導く王となれ。競技開始だ。とにかくここを出るぞ。早く早く。Allez. Oh, comment ça se. Moi, à mon avis, hein, ça sera juste.On pourra peut-être se déplacer à l'intérieur et en gros on aura la carte du monde où on pourra se déplacer à... Mais c'est cool là. Passe à 5000. Ah oui, on a vraiment pris si on était 80 000, un truc comme ça à un moment donné.Ok, alors est-ce qu'ils ont refait la map? Ok.Ok, ça fait 4 jours quoi, enfin 3 jours. 1, 2, 3. Bon, c'est pas mal, hein. Koitai! Sugoizo! Gaisensha には詳しくないが。どう見ても高級車だろう。こんなのを俺たちが使えるのか。たまげたのはこっちもだ。久々に外へ出てみりゃまさにこいつの晴れ舞台じゃねえか。これで運転席とも話せるのか。おっさん、本当に協力してくれるのか。言っておくが金はないぞ。金？別に食うには困ってねえ。んなことよりわけの、こいつは気に入ったか。ああ、特に足の速さがいい。へー、いいね。これだよ、こういう声が聞けんのも久しぶりだ。お前もいいと思うだろ。ああ、最高だ。若いのに見どころあるな。気に入った。
お嬢さんたち、どちらまで？好きなとこ連れてってやっからな。お前、運転しだすと別人だな。ちょっとヒュルケンベルグ、いろいろと説明が欲しいんだけど。あの男はニューラス。羽でわかる通りイシキア族だが、ああ見えて大貴族の嫡男、しかも王室御用達の凱旋者技師だ。は？腕は間違いない。ただ車のことになると今の通りあれでな。Moi je l'aurais appelé Sid. Bref, c'est un Sid bis, quoi. Bon bricoleur. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir en compagnon ? Là est la question. Hi!馬車を一つ手配できないか。新しい仕立ての仕事は受けてない。他当たってくれ。慎重したいわけじゃない。お前、殿下が失踪なされる前に専用の車の開発を請け負っていたな。主人亡き今、扱いが浮いてるんじゃないか。それを少し借りられないかと思ってな。な、無茶言うんじゃねえ。王族用だぞ。無茶は百も承知だ。だが事情があるんだ。物だけでも見せてくれないか。ああ、いや、それは、殿下の専用車だ。売り払ったわけもあるまい。車体はどこに行った？作業で忙しいんだ。出直してくれ。さっきから様子がおかしいぞ。どうしたんだ？うおっ！これは。凱旋車。まさかお前が請け負っていた王子殿下専用の乗り物とはこれか。お前も主がもういないと知りつつ整備を。わかるぞその気持ち。泣ける忠節だ。おしかし王族のものにしてはなんというか物々しいな。お前、この車本当に命令通りに作ったものか。うん。お前まさか。最初はちゃんと開発してたんだよ。けどな、殿下が亡くなってお蔵入りになっちまうと思ったんだ。こんな極上の機体が誇りをかぶる、そんなの許せるかよ。いや無理だね。俺にはさ、叶えたい理想ってもんがあってよ。こいつはそれを叶えてくれる特別な。貴様、いやしくも宮廷技師の身で主君の形見を道楽に、うん、巨額の国費横領に王族への不敬死罪だ。許してくれ。俺の命は最悪いいから、こいつだけは壊さないでくれ。これはすぐに動くのか。突き出されたくないなら協力しろ。明日までに調整を終わらせてこれを大聖堂まで持ってこい。は？なんだよいきなり。そっちも勝手に使おうとしてんじゃねえか。勝手ではない。紛れもなく殿下のためだ。殿下のため？待ってよ、確か殿下を探して放浪の身だったよな。旅を終えて戻ったってことか。その上殿下のために凱旋車。まさか殿下は生きておられる。そうなんだな。聖教に睨まれてる異端の学者だったお前を取り立ててくださったのは陛下だ。今こそ報いろ。わかった。信用できるのか？潜入作戦とか一緒にやれる感じか？気持ちはわかるが、あいつが王家に無二の恩義を感じているのは本当だ。おいおい、邪険にするなよ。自慢じゃないが、この凱旋車、速さに関してはおそらく世界一だ。多分、きっとな。
多分かよ。俺はこいつをかっ飛ばして世間の度肝を抜きたい。利害は一致してるのさ。それとも今から別の足を探すか。不安はあるが、ここは任せるしかないか。どう思う？もう顔さん。ここは死なばもろとも。いい覚悟だ。いや、死なないように走れ。どの道王子の生存を知ったんじゃ放り出せない。一連卓勝ね。あらごとはお前らに任すが、整備と運転はどんと頼ってくれ。そっちはちゃんと今後の作戦を練っとけよ。ずうずうしいやつ。けど確かに作戦は早めに確認しときま。最初のお題は知っての通り怪物狩りだ。できるだけ大きな害獣の首を刈って期日までに指定の場所へ来ること。目的地は西の国オセアナの首都海洋都市ブライハーベンだ。遠いが外戦車があるなら間に合わない心配はない。問題は首の方ね。狙いは確か若者や子供をさらって売り飛ばしてる極悪人だっけ。極悪犯？おい、怪物を狩るんじゃないのか。焦るなよ、作戦だ。いいか、俺たちが目指すのは競技会の好成績じゃない。ルイの目に留まることだ。みんなが馬鹿正直に首を持ってくる中、俺たちだけが重罪人の首で正義を示す。しかも元騎士の身で人さらいをやってた男の首だ。だが規定違反とみなされれば競技会から除外されかねない。民の共感が集まればルイも無視できなくなるというのはまあわかるが、この作戦どう思う。名案だと思う。理にかなってるだろ。賞金首の名前はハイザメ。元騎士であんたは戦いづらいかもしれないが。いや、身内だった者の非道ならなおさら放置はできない。それはいいが、怪物狩りであえて怪物を狩らないとは。だが我々は誰にもできないことをやろうとしているんだったな。お前にかけよう、ストロール。ありがたい、信頼には応えるつもりだ。よし、行き先は分かった。車内のものは自由に使ってくれ。へえ、そいつはいいな。着く前に疲れるなよ。俺は見ての通りの道楽者だ。戦いの役には立てねえけど、行きたい場所へは連れてってやる。外の荒野は果実を取りに行くような野山とは違うぜ。野獣や蛮族どもの巣窟だし、抜けるには時間もかかる。まあ、何かあれば声かけろ。だいたい操縦席か機関室にいるからさ。調子狂うけど悪人ってわけじゃないよね。なんとかなれましょう。Allez, on va visiter ça. Donc on peut cuisiner, salon, salle de stratégie, salle de moteur. Oh là 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 là.Oh là 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 là. Porte massive, ok, ça peut peut-être la sortie ça. Oui. Oh my god. Ah. Ah, c'est quoi ça? Où ça mène?Ok, la viande, oui, je me demande qui a laissé ça ici, je pourrais m'en servir, hop. Ah, c'est cool ça, on va cuisiner et tout. Quoi, la salle des moteurs, franchement ça... Oh, pas mal hein. Là, ça c'est une petite salle pour manger, ok, ouais, c'est complet hein, en vrai.En vrai, c'est super complet. Waouh! Quoi?
Bon. On va voir si on peut aller à l'avant. Je suis plutôt curieux en fait. Donc attends, salle des machines, allons voir. Ah là du coup on peut passer, là ils ont mis... Ok, peut-être de la customisation, faudra voir. Là on a la salle des moteurs. Utiliser l'arpenteur blindé, obtenir des objets augmente la capacité des autres. Vous utilisez la cuisine. Oui, mais ça, on le sait. Catalyseur. Ok, donc on pourra peut-être mettre des items. Bref, c'est excellent, hein, franchement. Ça rappelle un peu Mass Effect, hein, avec leur Normandie. En différent, on va dire. Salle de bain, toilette, garde-manger. Ah. Oh. Ok. Excellent. Excellent. Et ben vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures. Très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bisous. À très vite.